ニュースの深掘りです。本日10月4日、報道ステーションのキャスターが大越さんに変わりましたね。で、私ね、今日の放送は見ていません。明日は見てみようと思いますが、今日は見ていません。でもね、この大越さん、まあ、NHK 出身ということで、もちろん内容もね、これ左寄りになるということはもう明らかなんですけども、ただ私はね、期待はしています。この大越さんという方なんですけども、ご存知のように東京大学出身、野球部のピッチャーでした。そんなめちゃくちゃなことは私言わないというふうに期待をしているんですよね。ですから、今まで報道ステーションがやりたい放題だった、まあ、インチキ報道、デタラメ報道、変更、切り取り、これに関しては、おそらく局内の打ち合わせの時にでも、このような話が出た場合に、私は大越さんはね、それはやっちゃいけないというふうに私は釘を刺すんじゃないかと期待をしております。左寄りというのは別に構いません。テレビ局がね、番組が左寄り、右寄り、これはあっていいと思います。でもね、本当に今までもめちゃくちゃなこれはもう報道番組でしたので、きっとこの大越さんがね、私は軌道修正してくれると思います。で、与党の人たちをこれはもう正論でね、とっちめる。あるいは、これは問題だということは、もう愚の音が出ないような、例えば甘利さんを呼んでですね、もう甘利さんがもう下を向いてうーんとうなるような、そんなような質問、これは岸田首相でもそうです。うなるような質問をね、投げかけてね、ください。これは私も大いに期待しておるところでございます。もうかつてね、この富川さんの時代がありましたけども、まあひどかったですよね。皆さん覚えてますかね？これ映像探したけど、ちょっとこれ出てこなかったもんですから、これ富川さんのこれ、静止画像だけにしときますけども、何年前でしたっけ、アメリカのケネディ大使ですね。ケネディ大使が赴任しました。その時に、赴任した時、富川さん、どんな報道をしたか覚えてますか？ちらっとね、インタビューしたんですよ。何を聞いたか。日本のことをどう思いますか？いや、日本のことを好きですかというようなニュアンスの質問を通りがかりといいますか、まあしっかりしたこれは取材じゃありませんけどね、これは彼女が前を通るときにちらっと聞いたんですよ。そうしたらケネディ大使が何て言ったか、日本のことを私は愛していますというようなニュアンスのことを一言答えて去っていったんです。それに対する富川さんのコメント、まあこれはね放送のコメントになるんでしょうけども、覚えていますかね。こんな感じです。今、ケネディさんが何て言ってくれたと思いますか？日本のことを好きと言ってくれましたよ。なんと日本のことを好きだとケネディさんが言ってくれました。おかしいでしょ。そんなも当たり前でしょ。日本に赴任した大使ですよ。その大使に対して、我が国、これどこの国でもいいですよ。バングラデシュだろうが中国だろうが何でもいいですよ。我が国のことをどう思いますかと言われたときに、いや、素晴らしい国ですね。私はこの国に来れてラッキーです。いうふうに決まってるじゃないですか。それをね、この彼というのは、なんと愛してくれたと言ってくれました。ってもほとんど芸能リポーターのノリでやってました。これね、ニュース番組ですよ。それもこのようにメインを張ってるキャスターですよ。それが喜んで危機としてこんなような報道をしていたんですよ。もう唖然とせざるを得ません。まあまさかね、大越さんがそんなくだらないレベルのね、取材であるとか報道するとはちょっと考えられません。まあもう格がね、全く違いますのでね。そういう意味で大越さんに私は非常に期待したいと思っております。はい、今日の動画が良かったという方は高評価ボタン、そしてチャンネル登録もよろしくお願いいたします。